こんばんは。ヘブンバーンズレッド無課金攻略中のアーサーです。今回はスコアアタックのアシッドサーペント戦です。難易度115でハイスコア40万点を目指します。グレード内容は残属性耐性アップに OD 発動がレベル2以上。ヒーラーのスキル使用回数が2回となっています。編成部隊は残属性を使えないので、ブンちゃんとサカナちゃんとサツキマリを入れてます。今回は山脇様とニンニンがいないので、火力がかなり落ちてしまっている気がします。下がった火力はデバフを重ねて補おうと思います。デバフはブンちゃんとサカナちゃんで、あとはセイヤにソフニングをつけてます。占いの結果は、天球の断りを今ここに導きの不要なようだ。一息入れるとしましょう。デバフを重ねるためにオーバードライブゲージをレベル3まで貯めますが、ヒーラーのスキルが2回ずつしか使えないので、それまで耐えきれるかどうかが問題です。楽しくやろうじゃないか。3とごと11と13ターン以外は全体攻撃をしてくるので、ニニクンパワーで火ダメージを減らしていきます。この花を見ながら始めましょう。私も本気を出しましょう。ここです。ミオンとサカナちゃんはポイントケアで SP を補充。回復が足りないのでセイラもリカバーしていきます。本日のラッキーアイテムはこちら。助かるよ。トイック入れるとしましょう。これはこれで面白いな。海のギャングを使用すればオーバードライブゲージが 50% 以上増えます。フローズンスペクタルは氷属性を強化しつつ防御力を2ターン強化できます。アブソリュートはデフレクタの回復もできるので、回復スキルと被らないように使用をやめました。天球の塊を今満ちる気の試すか。どうぞ。満たされます。ダメージを分散させていきます。どうしたものかな。
このターンは単体攻撃なので良いですが、もうウィークンパワーが残ってません。当たるも当たらぬも助かるよ。あとはやられる前にオーバードライブゲージを貯め切れるかどうかです。攻撃バフは氷属性強化とフィルエンハンスにチャージ、アブソリュートはブンちゃんとサツキマリとセイカに。このターンに行けなくもなさそうですが、もう1ターン耐えれそうですね。もしこれで倒せなければ来週のグレードで挑戦するかもです。なんとかデフレクターを割られることなく耐え切りました。一気に倒しきりたいところです。まずは防御力と氷耐性ダウンと脆弱をつけます。次はクリティカル率を上げて氷耐性ダウンと脆弱。落ちる。粉物たち察知あれ。パワースプリッキー。ギリギリのどこかで噛みつくぞ。光の兆し。このまま攻め続けるぞ。ブンちゃんにヤブソリュートをかけトリックオアトリート。ここでもう一回防御力ダウンをかける予定がミスします。魚ちゃんが2種類のデバフを持ってたのを忘れて、誰がソフニング持っていたか探しています。恥ずかしい。ソフニングはセイカが持っていたので、デバフをかける順番もミスしてました。気づけなかったので海のギャングを打ってます。無駄に綺麗な星空。最後がこんなよりもよかろう。デフレクターを破壊できましたね。最後はセイカ、ブンちゃん、サツキマリでとどめです。どのようなスーダンの隅で仕方がない。そんなのもあるんですね。ヤマジ様、面白い。幸せのご注文は返品。
無事に討伐完了です。回スコア40万点もクリアできました。